今年は沖縄が日本に復帰してからちょうど40年の節目の年5月11日、その沖縄について今後の地域経済の自立や雇用の確保などの基本施策を協議する沖縄政策協議会が開催されました参加者は全閣僚とそして。今沖縄県知事は バブルご出席いただきまして、あくこ礼でお申し上げたいというふうに思います本日、報告をされる沖縄振興基本方針は、今後10年間に国の責務として実施すべき沖縄振興の基本的な方針を定めたものでありこの日、報告、そして総理大臣決定をされた沖縄振興基本方針。従来は国が振興計画を策定していましたが、 3月末の法改正により国は基本方針を作成そして具体的な振興計画は沖縄県が策定する仕組みに変更沖縄県自らが主体的に地域の潜在力を引き出せるようになりました今回決められたその指針となる基本方針の中身はアジア太平洋への玄関口として大きな潜在力を秘め 本土区から40周年を迎える沖縄もフロンティアの一つですと、施政方針演説で述べていた通り、基本方針では、成長するアジア地域の活力を取り込むための方向性を提示、観光・リゾート産業、情報通信関連産業に加えて、国際物流の拠点となる産業を沖縄振興の中核として確立するなどとしました。 また、観光や国際物流の拠点ともなる那覇空港についても言及、現在行われている環境影響評価法に基づく手続きが完了した後適切な財源の確保を前提とし、第二滑走路の整備を図ることを明記しました会議後、中井町知事は今回の沖縄振興基本方針の決定について、声明を発表しました。 この基本方針の内容は、沖縄県の主体的な取り組みを尊重するとともに、沖縄県が考える沖縄振興の方向性に合致したものになっていると考えております。沖縄県としましては、この基本方針に基づき、新たな計画を速やかに決定していきたいと考えております。今後は、沖縄の潜在力を引き出すべく基本方針及び振興計画に基づいて国と県とで、 手を携えて、真摯に沖縄振興に取り組んでまいりたいと思います。